長。俺は人類の役に立てたでしょうか。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。お前は十分に活躍した。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。俺はケニー、ただのケニーだ。名前はリヴァイ、ただのリヴァイ。お前がリーダーだ。切り裂きケニーを知ってるか。私の名はエルヴィン・スミス。ガキの頃、奴と暮らした時期がある。お前の名はリヴァイ。リヴァイ、私と取引しないか。取引？ここから出て地上に行きたきゃ勝手に行けばいい。お前たちの罪は問わない。ただし、その時はお前自身の力でな。あの時、なんで俺から去っていった。代わりに力を貸せ。調査兵団だ。調査兵団に入団するんだ。お前らなんか人は…リヴァイ兵長が！巨人の同じがそげりゃいいんだろうが。この世の真実が明らかになる瞬間には俺は好きにさせてもらう。私が立ち会わなければならない。それがそんなに大事か。ああ、人類の勝利より。ああ、いつでも3人で乗り切ったろ。巨人だって同じだ。一緒にやろうぜリヴァイ。俺たちを信じてくれ。仲間たちは俺らを見ている。俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。俺にはわからない。ずっとそうだ。まだ戦いは終わってないからだ。自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。エレンの命を何度も救った。その度に何人もの仲間が死んだ。獣の巨人はお前にしか託せない。了解した。それが人類が生き残る希望だと信じて、夢を諦めて死んでくれ。そう信じた結果がこのザマだ。獣の巨人。
巨人は俺が仕留める。兵士を行かれ、兵士を叫べ、兵士を叩け。随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。誓った。どこだ、どこに行ったればいい。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な使者、哀れな使者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。ロボーさん、見ててくれよ。長かった。エルビン、あの日の誓いをようやく果たせそうだ。お前たちの死には意味があった。